目に映った私。The girl I saw in the mirror, Erica Shestack。皆さん、今日は鏡を見ましたか？今日もいい感じじゃない？うん、完璧。皆さんは鏡に映ってる自分を見て何を思いますか？鏡に映った16歳の私にはコンプレックスしか見えませんでした。それは90キロもあったからです。子供の頃からずっとぽっちゃりしていたせいで、学校でブタとかデブとか言われていじめられていました。信頼できる友達は食べ物だけ。明らかに食べ物依存症でした。学校の帰り道、コンビニでこっそりお菓子を買って食べるのが唯一のやめられない楽しみでした。家族にバレないようにお菓子の形跡は外のゴミ箱にしてました。体重が増えるにつれ生活も難しくなってきました。少ししか食べないとデブだから痩せようとしてるね。たくさん食べるとやば、あの子どんだけ食べてるの。家族にさえ痩せたら可愛いのにと言われて、私にわずかに残っていた自信までどんどんなくなってしまいました。そんな時、どんなに辛くても食べ物は苦しみを優しく癒してくれました。食べ物のおかげで幸せなのに、食べ物のせいで自分の姿が大嫌い、救われてるのに殺されている自分なりの拷問でした。誰にも見られたくなくて、鏡を見ずに写真も撮らずに一人ぼっち、苦しかったです。ある日、緊張しながら大嫌いな冷たい体重計に乗ると、まさかの90キロ。ショックでがっかりしました。いつも言い訳をしていた私は、今日から始めないと一生このままだよと初めて自分に厳しくしました。幸せになるために嫌なところを全部変えようと決めました。食事の内容を見直して、甘いものや炭水化物を完全にやめました。量を減らしてもたくさん食べた気持ちになれるように、小さい皿を使って自分を騙しました。今思えば、私がどんなに落ち込んでいても母が応援してくれました。毎朝早起きをしてヘルシーなお弁当を作ってくれました。おかげでこんな私でも愛されてると感じられ、頑張れました。理想的な姿を夢見てひたすら努力しました。体重が少しずつ減っていき、服のサイズが変わり、鎖骨が見えるようになりました。私のモノクロームの世界はどんどん明るい色に染まっていきました。鏡に映る自分に笑えるようになりました。生まれ変わった私は、初めて人に見られたいと思うようになりました。私にとって人間の一番素敵なところは変えられるということです。変えられないものなんてないからこそ人生は素晴らしいのです。30キロ以上痩せた私から皆さんに一言言うなら、今始めようということです。目標を立てて頑張れば、新しい自分が少しずつ見えてきて、自分の強さにびっくりするかもしれません。あなたにもできることは無限にあるはずです。どうもありがとうございました。